外観名鉄バスカスガ営業所は、名鉄バスの営業所である。営業所は、カスガ市高森第4-17にあり、カスガ地区の路線を担当している。所属略号は春である。2007年に、小牧営業所が廃止され、カスガ営業所、名古屋中央営業所共同所管の管理所になったが、小牧管理所も2010年3月12日に閉鎖となる。 春日市の路線が中心だが、小牧駅発着の春日ガ駅及び、勝川駅と西春駅県営名古屋空港を結ぶ路線も運行されている。春日市民病院線の運行を、東納鉄道小牧営業所に委託している。2014年4月1日より、東の線の運行も同営業所に委託している。2009年10月1日に、 JR 東海バスが運行していた東の線と玉野台循環線が移管された。名古屋、田島線観光バスタイプ車両を使用される。2001年名鉄バスの近距離高速バス第一弾として運行開始。2002年に名鉄緑台経由に変更。さらに2003年には勝ツが丘まで延長となる。なお、東野地区へは2003年に 東鉄単独の名鉄バスセンターかにし役所2008年に名鉄バス単独で名鉄バスセンター時プレミアムアウトレットをそれぞれ運行開始している現在この路線の名鉄バス担当便は平日と休日とも朝夕ラッシュ時の一往復のみであり昼間の便はすべて東濃鉄道による運行となっている名古屋から多治見までの路線は 国道19号線経由の名栄田線が1995年まで運行されていたが、それ以来ということになる。名古屋、東海大線、名鉄バスの近距離高速バスの第二弾として2002年より運行開始した名鉄バスセンター小牧駅間の高速名古屋小牧線が前身。それ以前は黒川から国道41号線を経由する名県バイパス線があり、 名県バイパス線を一般道から高速経由に乗せ替えたものと言って良い。2005年5月より高速名古屋小牧線が中部国際空港からに仕立て直され中部国際空港小牧線になり東下台に延伸する一方で境での乗降を扱いを始めた。同じ年の10月に始発地が中部国際空港から名鉄バスセンターに再度戻り名古屋 東海大線となる。2007年により、明治村系統の運行を開始した。1964年の鉄道岩倉市線廃止後、名古屋から小牧へは鉄道のみでの移動手段が、名古屋市電の上伊田町で、鉄道小牧線に乗り換えるという手段しかなかった。その市電も1971年に廃止となった。ために、名古屋から小牧市に運行する、名鉄バスは長方がられ、 比較的近年まで残存していた。当時、名鉄バスの路線は、名鉄バスセンターから小牧へ向かう系統は4路線、あり、西から上新経由の大木線、国道41号線黒川経由の、名県バイパス線、上井田、桜井経由の名県線、上井田、下松経由の元松線があった。しかし、モータリゼーションの進展により、1997年に、まず、 小木線が、始発地を、名鉄バスセンターから上、お大駅に、短縮。2001年下松線が、廃止。2002年名県バイパス線が高速名古屋、小牧線の運行開始に伴いと与山町の青山、伊勢山西から浅野見の片方運行となる。2003年に、地下鉄上入田線が開通した後には、2004年に、名県線。2005年に、名県バイパス線。 2006年に最後まで残った、小木線が廃止となり、一般道経由の路線は、全滅、高速名古屋東下台線のみが残ることになった、高蔵寺、ニュータウン線高蔵寺、ニュータウンの入居開始に伴い名太線の支線として、高蔵寺駅北口、富士山台で、運行開始。時代が差があるにつれ高蔵寺、ニュータウン線として独立し、ニュータウンから先、咲かし 神谷地区まで運行する系統も包括するようになった。高蔵寺、ニュータウン線開通以前は、今の白山橋経由の系統に相当する高蔵寺、坂下間が、現在のガイドウェイバスの前身である、田見線の一部となっていて、ローカル線の様相を呈していた。愛知県医療領育総合センターへの支線は、前身の愛知県コロニーが1968年に、 開設された時に、志田未線の支線として開業したもので、後に、高蔵寺、ニュータウン線に組み込まれたものである。なお、当時の坂下は、名古屋や小牧、市の宮、田地見などから来るバスのターミナルとしての機能も有していた。富山台経由中央台経由なお、高蔵寺駅北口高森台北は、出入庫の役割も担っている。 富士山台東経由坂下経由深夜バス東海線1992年、それまで高蔵寺、ニュータウン線の支線、中央台経由大草駅だった路線を延長する形で開設。大回りしない形の上の北経由も合わせて設定された。玉野台循環線 JR 東海バスからの引き継ぎ路線であり、高蔵寺駅が起点となっている。 JR バス時代は石、お台を通って植物園まで運行する系統や外の原経由の系統もあったが2002年に設定された循環系統だけが最後まで残り名鉄バスに移管された。カスガ線元は名多線を名乗り1950年開通。東濃鉄道との共同運行で名鉄バスセンターから国道19号線を通信し、 勝川駅前、鳥居松、坂下経由で、田嶋駅までの本線と出川から分かれて、高蔵寺駅前までの支線を持つ路線であった。勝川、鳥居松など市街地の真ん中を走る国道19号線に対し、並走する国鉄中央本線は、春日市街地の南部を走り、当時は、 本数も少なかったため名え多線をはじめとする国道19号線経由の路線は利便性が高く、名中線のえな、中津川まで運行する便や篠木車し前、坂下までの区間便、八甲線や桃山線のような、勝川や鳥居松などから分岐する路線も多く急行運用もある主要幹線であった。1973年に、 提唱バスを試験導入したのもこの路線である。高蔵寺、ニュータウンが入居開始となると、坂下から分かれて、藤山大西、高森大南までの支線が開通、出川経由の経路は後に、中部大学への支線に仕立て直されている。やがてモータリゼーションの進展、JR 加護の中央本線の利便性向上に、伴い次第に名鉄バスもカス駅や、 構造寺駅からのフィーダー輸送に軸足を移していき、名鉄バスセンターまで直通していた各路線も規模を縮小。名多線も本線は後に、東鉄のみが田地見駅まで運行していたが1995年に廃止となり、残った支線がカスガ線と名を変えた。1997年には大曽根止まりとなり、さらに、 勝川駅発着に短縮されて、現在に至る。もともと、カス線は1992年に廃止された、名鉄バスセンターから、カス市民病院前、篠木車庫前までを結ぶ路線が名乗っており、当時は2経路あり、国道19号、勝川橋を右折する経路と、瀬戸街道の森山図書館前から左折し、現在のゆとりと、ラインに沿うようなルートで、大英寺 松川橋を経由する経路とが、松川戸で合流していた。晩年は先に廃止となった、瀬戸線、牛巻住宅系統の代替を兼ねて、大栄寺から右折し、牛巻西に立ち寄ってから松川橋へ向かっていた。春日市内線元は、味じ駅前が始発であり、か川駅前から、中央本線の南側を通り、上条町より北上して、やご町から、 原稿ルートに入り、小牧駅まで運行していた。後に始発を、春日井駅に変更した。味吉駅前から、春日井市内を横断して、春日井市の市営母園である塩見坂平和公園に、向かう路線は母山シーズンの春秋の悲願、お盆、年末に運行される臨時バスである。桃花園線春日井市北東部の団地、東海園に向かう路線。元は、 春日ガ駅から北へ向かうコトブキ町経由と現行の鳥居松経由の2経路であったが JR 東海バスの路線を譲り受けした時にコトブキ町経由を廃止東の線に桃花園行きを組み込んだためこの系統のみが残った春日ガ東海大線2006年東海大ピーチライナー廃止に伴い運行開始六県屋口からそのまま北進する経路は元は 桃花園線の経路であった。東海大カスガイ駅には、青い交通による、東海大バスが運行されていたが、路線開設の経緯により、当時、朝晩は直行、昼は、西山町、カスガイ市民病院、リビン前のみに停車し、さらに、カスガイ駅はロータリーには、入れず徒歩で5分ほどのところにあった、造形大学のスクールバス展開場に停車していた。 東の1002009年10月1日より、JR 東海バス、瀬戸支店から引き継ぐ形で運行を開始、JR バス時代は、大池住宅前系統のみだったが、名鉄バスに移管後、琴吹町経由東海沿線を再編する形で、桃花園系統が設定された。JR バス時代は、大池住宅前から先、造形大学まで運行していた。 春日ガ市民病院線春日ガ市民病院線は1998年に春日ガ市民病院が現在位置に移転したのを機に仕立て直された移転前の春日ガ市民病院は現在の八田町2丁目にあり勝川駅前高山南町や春日ガ市民病院前から鳥居松春日ガ駅という運行経路であったなお旧カスガ市民病院跡地は現在 愛知県警カスガイ警察署が鳥居松から移転してきている。小牧勝川線鉱山、町屋方面には長らく、カスガイ市民病院線のみの運行となっていたが、2002年、名鉄バスセンターから上井田、下松経由で小牧まで運行されていた下松線の、廃止に伴い町屋から、下松経由で小牧までの路線を組み込み、勝川駅小牧駅として仕立て直した路線である。 かつては、名鉄バスセンターから高山、町居や経由で、下松までの発行線も運行されていた。西春空港線カスガイシティバスの全路線を、カスガイ市より受託しているが、西環状線、北部線の運行は、東濃鉄道へ運行が採択されている。サンマルシェ循環バスの運行を、高蔵寺、ニュータウンセンター開発より受託されているが、 東濃鉄道へ運行が採択されている。名鉄バスカス営業所では、三菱重工の社員向けの特定輸送を行っている。イオンモール名古屋ドーム前の無料シャトルバスは、2020年3月31日を、もって、名鉄バスでの運行を終了し、4月1日以降は、レスクル株式会社が運行を引き継いでいる。車両には、 カスガイナンバーのレートがついている。2014年11月以前に登録された車両と、東手追託車両には、終わり小牧ナンバーがついている。2020年現在、日野、セレ川、近距離高速バス、名古屋東下台線、名古屋田治見線で運用される。2020年頃までは、特定路線用エアロスターが使用されていた。ありがとうございます。